何か大事なことがあった気がするぞ。あ、今日はオイラたちがメロピデ要塞を離れる日だ。早く受付に行って手続きしようぜ。もう予約はしといたからな。ここにサインしてちょうだい。すぐに受理するから、正規のルートでメロピデ要塞から出られるわ。ずいぶん長い間上に戻ってないよな。早く。うわあ！え？どういうこと？ありがとう。私は大丈夫。今の揺れは一体？公爵に聞いてみようぜ。丸一日の食欲を監督をおっさんから指導員に交代さ。
あんたらに会えて光栄だ。何か用か？今の揺れは何なんだよ。海底から来た揺れではない。水の上からだな。ここ数年メロピデ要塞を管理してきたから、水の上か下かって違いについては結構敏感なんだ。それにヌビレットさんの封印はそう簡単に解けやしない。メロピデ要塞は大丈夫なのか？前回を思い出してみろ。もし影響があるなら、今頃人々はパニック状態になってるはずさ。それじゃあ詳しいことは上のやつに聞くしかなさそうだな。ヒヒン、今日が何の日か分かってるよな。パイプ正常日だが。そっちじゃないぞ。ああ、手続きが終わったのか。しなかったけどな。なかなかいい住み心地だったし。ヒヒ、オイラ結構メロピデ要塞が好きだったぞ。じゃあまた遊びに来てね。うちも君たちにまた会いたい。サインをしたら上に向かっていいぞ。監守があんたらを護送する。そう言うと思った。なら一緒に行こう。おお、じきじきに来てくれるのかよ。でもいや、忙しいんだろ。おいらただ冗談で言ってみただけだぞ。ほう、いつになく控えめだな。長い間水の下に住んでいたから寂しいのよね。うちが出口まで送ってあげようか。そうだな、オイラたちまた来るから安心しろ。ヒヒ、オイラここの食堂が結構好きだったぞ。シェフの腕前もなかなかだしな。可能であれば次は名目上だけでも清廉潔白な身で来てくれ。いろいろあったけど、メロピデ要塞での仕事は終わりだな。でもヌビレットの依頼なんだから、報告するまでが仕事だぞ。次は完了報告をしないとだな。パレメルモニアに行こう。さんに会いに行くの？うちと公爵の代わりによろしく伝えておいてね。よろしく言うのは看護師長の分だけでいいからな。最低限の礼儀なのよ。まあいいさ。噂によれば最近のパレメルモニアは目が回るような忙しさらしい。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れてしまわないことを祈っておく。看護師長もお忙しいパレメルモニアのことが心配なら、時間を作って上に見に行ってみてもいいんじゃないか。
まだ休暇は残ってるんだろ。ほら、本当によくわかっているのね。覚えておかなくちゃ。久しく上に行っていないから行きたくなってきちゃったのよ。パレメルモニアはなんだか騒がしいな。止まりなさい。ん？ああ、お二人でしたか。申し訳ありません。ヌビレット様は君たちをいつでも歓迎すると。お話し中失礼します。こちらの報告を少々確認いただけないでしょうか。はい、すぐに。ごめんなさい、急用ができてしまったので。ヌビレット様のところにはご自身で向かってください。みんな忙しそうだな。最近何かあったみたいだぞ。ヌビレット、ごきげんよう。再び会うことができて何よりだ。だが少し待っていてくれないか。早急に処理しなければならない案件があるのでね。好きなところに座るといい。何か飲みたければ外のメルジーヌに頼んでくれたまえ。オイラたち、ご飯は食べてきたんだ。安心してくれ。うん、ならいい。これでいいだろう。終わったのか。ああ、待たせてすまなかった。今日は君たちがメロピデ要塞での刑期を満了した日だな。ふむ、手続きはもう済ませたと見える。おお、だからすぐにお前のところに来たんだぞ。巨大なクジラ。それがなんだかわかるか？君たちの話を聞くに、それは普通の水ではない。きっと原始大海の水に近いものだろう。体積、形状から考えても、そのクジラはテイワットの普通の水域から生まれる代物ではない。つまり、タルタリア殿は、今大海の水に包囲されているのかもしれない。大海の水に包囲って、原始大海の中にいるってことじゃないのか？入って大丈夫な場所なのか？
原始大海の内部。ありえないことではない。しかし普通の人間には不可能だ。彼がどのようにして内部に入ったのか、私にも想像がつかない。聞こう。そうだぞ、オイラも感じたぞ。公爵に聞いたら、揺れは水の下から発生したものじゃないって言ってたぜ。それで水の上のことならお前が状況を知ってるはずだって思ったんだ。その件については先ほど関連した報告を受け取り、現在対応していたところだ。ポア村長付近が振動の発生源で間違いない。振動の後、付近の水位が急速に上昇した。幸い、水位の上昇はあくまで一時的な現象で、現在は大方戻っていった。だが、何か良くない予感がする。もしも、今回の水位変化と原始大海の水の浸透に関係があるとすれば、ポア村長が直面した災禍は、見た目よりもはるかに恐ろしいものとなるだろう。ポア村長にいるはずだよな。オイラたち、あいつの状況を見に行ってみないと。私も現場に向かいたいところだが、すぐにはここを離れられない。状況が悪化しないよう、周辺海岸地区の防災案を作成しなければ。手間をかけるが、先に行っておいてもらえないだろうか。私もこれが済んだら、すぐに現場に向かい、君たちと合流する。じゃあ、急いで出発だ。くれぐれも気をつけてほしい。すまないが、よろしく頼む。助けが必要になった時はいつでも言ってくれ。暮らせと言うんだ。あそこの屋根に人がいる。じっとしてて、動かないで。今すぐ行くからバランスを保って。おう、早くしてくれ。この年で一人でどうやって生きていけばいいんだ。
デジレ。あの人すっごく悲しそうだな。足、私の足が。分かってたらむやみに動かなかったのに。痛い。もうちょっと頑張って、すぐに救助が来るから。ほら、私の手を握って、少しはマシにならない？急上昇してかなり大変なことになってる。ボス、南東方面の建物のそばに負傷した住民がいました。すでに安全エリアに移送済みです。しかし現在治療のための医療器具がありません。負傷？どの程度？転倒による怪我です。足の骨も一本折れているかと。その方は高所恐怖症で、水が上昇した際屋上によじ登ったようです。水が引いた後、地面を見て恐怖で身がすくんだようですが、しかし飛び降りたってこと？第一小隊隊長に伝えて、負傷した人を医者のところに連れていくように。彼ならどこに行けばいいかわかる。承知しました。では第一小隊隊長の本来の救助任務は私が引き継ぎます。任せたよ。ごめん、どこまで話してたっけ？ポワ村長の、ポワ村長の状況ね。私から説明するよ。少し前に巨大な音が聞こえた。最初は下水道で何かが破裂したんだってみんな思ったんだけど、でもすぐにいろんなところから水が溢れ出てきたの。その水はかすかに奇妙な、大海の水特有の光沢を帯びていた。でも事の重大さが分からず、ただの水漏れだと思っている人もいた。道端に立っていた人、水に触れた人、水位が上昇するにつれ逃げ遅れた人たちは溶けて突如消えてしまった。何が起きたのか察した人たちは何とか高所に登ろうと逃げ始めた。その間、人混みに押されて怪我をする人もいたし、高所から落ちてしまう人もいた。スピナディロースらができる限りの速さで救助活動を展開したけど、町には死傷者が出た。幸い水位の上昇はしばらく続いた後に落ち着き始めたから、パニックは長引かなかったけどね。今回上昇した水の中には原始大海の水が含まれてた。ポア村長の低地には水が溜まってて今も危ないの。安全のためその辺りの人たちには速やかに避難するよう伝えたよ。同じようなことがまた起こるのかどうかは誰にもわからない。だから全力で住民の避難を手伝うしかない。住民の安否確認はまだ終わってないけど、もうすぐ結果が出ると思う。
こういう、いつ起こるかわからないっていうのが一番怖いぞ。うん、怖いね。私も、さっき起きたことの全てが夢であってほしいと思うよ。ナビア、オイラたちに何かできることはあるか？こんな危機的状況で手伝ってくれてることに感謝だよ。でも、気持ちだけで十分。私、どうやって感謝を伝えたらいいかな。そんなこと言うなよ。友達なんだから当たり前だろ。ボス、こちらでまた問題が発生しました。わかった。ごめん、ちょっと離れる。行っちゃった。こんな状況だし、忙しいわけだ。よし。基本的な確認と救助は大体終わった。さっき新しく援軍も来たし、やっと自分のことをする余裕ができたよ。もちろん油断するわけにはいかない。これからもっと頑張らないと。スピナディロースらのみんなには、助っ人についてもらうよ。旅人、パイも、私と一緒にパパのお墓に来てくれない？今か？サンキュことになって、生きてる人たちだって疲れ果ててる。亡くなった人に言葉をかけたくても、そんな気力は出ないでしょうね。ナビア。シルバはもう帰ってこない。パパ、私は一体どうしたら。そんな。救助計画はみんなと話し合って実行した案よ。でも元はといえば私が言い出したの。救助の必要がある住民を助けるために
二人は逃げ遅れて水に飲み込まれた。オイラたちどうすれば。長い付き合いだから彼らが覚悟の上だったってことは分かってる。でもでもパパでさえ少なくとも遺体があってお葬式もできたのに、マルシラックとシルバは私受け入れられないよ。雨上がりは何もかもが綺麗に見えますね。それは墓でさえも同じこと。ボスの墓前だというのにワインでも飲みたい気分ですよ。そうだな、この景色は悪くない。誰だってそうでしょ。パパに会いに来るときはいつも何か持ち込みたい気分になるもの。ちょっとだけならピクニックしてもいいかもね。パパは怒ったりしないよね。ええ、ご安心ください。ボスがお嬢様をお叱りになることなどありえません。しかし墓は死後の住処と言えるでしょう。誰であろうと遅かれ早かれ用意する必要があるものです。今から墓を買おうとしてるわけじゃないよな。その必要はありませんよ。お嬢様の許可をいただけるのであれば、私が死んだらぜひボスのおそばに埋めていただけるよう。ちょっと急に何？冗談ではありませんよ。そうすればお嬢様がボスの墓参りに来られた際、ついでに私にもお会いいただけるわけですから。いい考えだな。では私はマルシラックの反対側に。お嬢様を除けば私たちは旦那様の右腕と左腕に最もふさわしいと言えるでしょう。そう言っても過言ではない。なんで急にそんなことを言い出すのよ。まったく。わかった、覚えておくから。でもさっきの言い方は良くないからね。ついでって何よ。あんたたちはいつだって私が自ら会いに行くに値する人物なんだから。私約束したのに、約束を破ることになるなんて。ごめん、こんな姿を見せちゃって。私いつもはあんまり泣かないの。本当よ。オイラ、なんて言えばいいかわからないけど、お前のその気持ちわかるぞ。私やりたいことは全部叶えられるってずっと思ってた。でも今思えばそれは私だけで成し遂げたんじゃない。多くのことはみんながいたからこそ叶えられたの。マルシラックとシルバは私をたくさん助けてくれてた。それなのに結局こんな大事な時に私は何もしてあげられないなんて。ごめんね。ずっとここにいてもいいんだぞ。オイラたちはそばにいるからな。ありがとう。今の私にはこれで十分よ。そうだ、これを渡しとくよ。ポア村長の事故で亡くなった人のリスト。
オーベルノ、カーネス、ベネッティ、ジベルニ、フランシーン、コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、そしてマルシラックとシルバー。あの災害の規模を考えたら。大丈夫、あんたの言いたいことは分かってる。マルシラックとシルバのおかげで被害状況をなんとか最小限に抑えられた。でもその代償に二人を失ってしまった。結果から見れば不幸中の幸いだと言うべきなのかも。そうだ、そんなこと考えたらダメだぞ。人が人を助けた、それは事実だけどさ、人が消えたことと戻ってこれたことは一緒くたに考えられることじゃないんだぞ。マルシラックとシルバは誰かの命の代償じゃない。あいつらは英雄になったんだ。うん、あんがとね、パイモン。はあ、今のセリフは響いたよ。後で書き留めとく。本当か？しばらく見ないうちに確かに口が少し達者になったようだ。召使い？なんでこんなとこにいるんだ？こんにちは。順調に進んでる？ああ、部下がナビア城の要求通りに任務を遂行している。現在ポア村長の住民は皆救助され、高所に避難する準備をしているところだ。物資の件もご心配なさらず、準備はできている。本当にありがとう。あれ、二人は知り合いなのか？知り合って間もないと言うべきかな、お嬢様。一般的には偶然の出会いとでも言うのかしら。今回はそれに当てはまらない気もするけど、何せファドゥイ執行官の召使いが自ら私の元に来るとは思わなかったからね。召使いのおかげでスピナディロースらはファドゥイの強力な支援を得た。だからこそ今みたいなスピードで避難や救助活動を進められているの。互いに助け合うことは良い関係を築く上で必然的なルールの一つだ。私たちは共にフォンテーヌで活動していることだし、この程度気にする必要はない。いや、しかしナビア城はご自身が語るよりよほど賢明なお方だ。そうだろう。協力前の探り合いは不本意ながら必要なことよ。許してちょうだい。私たちスピナディロースらはこれまでファデュイと深く関わったことがない。仲間を理解することは私たちにとって非常に重要なの。部下からあちこちでファデュイの兵士たちが交代で水面を観測したり数値の記録をつけていたことと、多くの防災物資も準備してくれたって報告が入った時、本当に驚いた。ありのままを目にしたナビア城を前に私が誇張する必要もあるまい。事実は見ての通りだ。強力な組織は善行であれ悪行であれ行動力に差はないもの。以前こちらの旅人にも話したが、私は予言を知っており、いずれ訪れる災いを阻止しようとする意志がある。スピナディロースらに力を貸すことは私たちファデュイにできることを実践する第一歩に過ぎない。負担に感じることなくこの誠意を受け取ってほしい。それにいつの日か
私もナビア城に助けてもらうことになるかもしれないからね。召使いがいなければリストの死傷者はもっと増えていたと思う。ありがとう。この恩は忘れない。マルシラック殿とシルバ殿については心より哀悼の意を表する。可能であればこのような事態を避けるためにも私の部下たちにはもっと早く駆けつけてもらいたかったのだが。そう言わないで。責任を感じる必要なんてない。あんたもあんたの部下も全力を尽くしてくれた。パイモンが言ったように、マルシラックとシルバは誰かの身代わりになることを選んだわけじゃない。二人は代償としての犠牲なんかじゃなく、自ら英雄になることを選択したのよ。私、何かを崇高なものとして持ち上げたら、あたかも痛みがマシになるような、そういう言い方はあまり好きじゃなかった。でも実際この瞬間になってみると、この言葉以上にしっくりくるものがないなんて。そうだな、ナビア城、どうかあまり気を落とされぬよう。フォンテーヌ人は水によって生かされ、そして水によって災いに見舞われる。人々がよく予言は因果を表すというのも理解できる。しかし残念ながら私はこのような考えが好きではない。あんたは状況を変えようとしている人、そうだよね。まさしく。だから今から私はブーフドエテの館に行かねばならない。まだ用がある上、子供たちの面倒を見る必要もある。ああ、旅人、パイモン、もう一つ用があるんだ。予想外の展開だな。また送ってくれとか言って話を切り出すもんだと思ってたぞ。それも巧妙かつ便利な会話術だ。必要な時には使うが、今回は必要ない。ナビア城、下がらなくていい。旅人、いずれ共に手を組む日が来るはずだと以前話したのを覚えているだろう。私も君も原始大会に問題があることははっきり分かっている。前回のメロピデ要塞のゲートといい、今回のポアソン町の水面上昇といい、どれもその合図だ。ああ、ハウス・オブ・ハースの情報網から得た最新の情報を一つ教えてあげよう。直近の調査で子供がポアソン町の近くに遺跡を発見した。遺跡は古く、様々な観点から見ても考察する価値のあるものだ。識別した年代からして予言や災いと関連性があるかもしれない。緊急事態ということもあり、どんな情報でも非常に貴重だろう。当初私の部下がポアソン町に来たのは遺跡探索の準備をするためだった。まさかここで災いが起きているとは知らず、今は救助活動を最優先にしている。そうだったんだ。子供たちを連れて一緒に行こうとも思っていたが、リネ、リネット、フレミネはポアソン町の住民を受け入れるために高所へ派遣させた。リネによればハウス・オブ・ハース以外で子供らが最も信頼する人物は君だということだ。だからこの任務を君に依頼したい。ハウス・オブ・ハースではメンバーを互いに家族と呼んでいる。しかしリネ、リネット、フレミネの3人は
旅人とパイモンをハウス・オブ・ハース出身ではなくとも家族だと。この強い絆については私があえて言うまでもないだろう。ちょっと嬉しいぞ。先ほど私が提供した情報の価値は高い。しかし君は子供たちの家族なのだから、共有するのは当然のことだ。わかった。遺跡に行ってくればいいんだな。オイラたちに任せろ。ちょっといい？私も一緒に行っていいかな。ナビア城がご同行を？ダメだダメだ。ナビアは今最悪な気分なんだろ。ちゃんと休めって。最悪なのは間違いない。でも道端の椅子に座ってぼーっとしているわけにもいかないじゃない。災いが来た今落ち込んでも意味がない。後継者としてパパの期待を裏切らない働きをする。それにこれは自分のためでもある。何かして気を紛らわせないと。そうすればマルシラックとシルバのことを考えずに済むから。そのように言うのであれば私は反対しないが、旅人の意向は？ならば遺跡はポワソン町の南にある。これが地図だ。よし、オイラたち3人に任せろ。ちょっと支度したらすぐに出発しようぜ。Thank you.